はい、それでは品の悪い男がやってまいりました。喜んでくれとるんでねえかと思いますけど、おられる、まあ、京都大学の先生方にどうやら世話になっとるらしいんだ。明大明石を持ったら京都大学なので、これはまたありがたいことですけど、行きたくない街ナンバーワンということで、まあこんなもんよ、それこそ道路ばっか作っとったわけだわ、はっきり言うと。だから反対にこういう東山動物園なんかはどうやら盛り上げなきゃということがようわかる。名古屋のお城もそうだわな、これ。まあそういうことでございます。これ肝心のゴリラは中にござるから、ね、ここの木のこの遊ぶとこまでたまには出てくると。どっちがゴリラでチンパンジー、こちらは小さなで、あ、こっちがゴリラらしいです。こっちがで、こっちがチンパンジー、チンパンジーということでございます。なかなかこの間ちょっとあのボランティアやっていただいてる人とインタビューしましたら、でちゃんとどういうんですか、藁なんかをあの引いてありまして、人間にとっちゃ結構大変らしいんですよ、メンテナンス。だからゴリラチンパンジーファーストという設備になっとる。だから中ガラスがあって、ほんで目の前まで来ると、本当にガラスの向こう側までということで、近づいてもらうと、ゴリラが目があってニコッと笑わせるです。ということでございます。まあ、あの東山は本当に僕も小さい時よ、これは思い出がありましてね、名古屋の人間は。まあ、死んだ親父はおふくろと一緒に、あれですわね、弁当持って何べんも、まあ、当時はそんな遊ぶとこありませんこともあったけど、あの来たとこでございまして、名所と。今のところ来る数、来ていただいてる数でナンバーワンは、まあ、東京の上野動物園ですけど、第2位がこれ、東山になっておりますんで、その東京をはるかに越していくというような、コモドドラゴンもちゃんと来てまなかんしよ。まあ、いろんなものをやって世界一言われるように作ってこめやかということで、まあ、ようおいでいただきました。サンキューベリーマーチ。ありがとうございました。チンゴリラチンパンジー車グランドオープンです。はい、どうぞ。走らないようにお願いします。なんで京都さんってもったいないね。人が良すぎるわ。すごく色もさ、なしいいですか。お願いします。やっぱり川村さんの顔を写真が見た。あと1分間パネルの実践のご確認をお願いいたします。見つけた。これがいいな。桜。